長順の乱は、五漢末期の187年から189年にかけて発生した長順を中心とした反乱である。184年に起こった黄金の乱で、五漢王朝の中央政権の無力化が表面化し、その影響は中国東北部の優秀にも及んだ。ここには、五漢の元中山大衆の長順や、右岸大人のお火力巨らがいた。 他緑挙は黄巾のラニーを次第に五冠からの独立を模索していた。そこで渡る天安帝王と称した長淳と手を組んで挙兵し、鳥、漢、長淳連合軍は青州、徐州、勇州、紀州などを荒らし回った。この反乱軍には中央政権に不満を抱く漢民族も加わり、総勢は十万近くに及んだとされる。朝廷は この反乱に対し中老将のモーマスを派遣。モーマスは、コーソンさんを率いて、平定に向かい、コーソンさんは、長順を赤門合戦で破って、大将を得たが、平定には至らなかった。そのため、朝廷は、皇族の竜具を優秀牧に任命して、平定に当たらせた。竜具は、お火力巨に懐中策を用いて、長順との離間を図った。 もともと竜愚は特厚い辛抱者であったため、お火力強は竜愚に基準する。長順は逃亡して、千貧族の元に逃げたが、189年3月に、触覚の王政によって殺害され、乱は平定された。生死において、この反乱平定の際に、高孫三は功績を竜愚に奪われることを恐れて、竜愚と鳥、漢の交渉を妨害したとされている。この反乱の時から、 コーソンさとリュウグの対立が始まり、それが後に大きな動乱を招く一員となったのである。ありがとうございます。